は11時になりました。この時間は B プレミアムスタイルということで、パーソナリティは平田美希がお届けいたします。今日はね、 FM 読谷のスタッフとしてもこちらにいますので、はい、この1時間は私美希と一緒にラジオを楽しんでいただけたらなと思います。そして今日はですね、FM 読谷の方が読谷祭りの中継ということで、本スタジオを飛び出して、はい、ここ第42回読谷祭りが開催されております会場から生放送でお届けしておりますよ。まあね、先ほどのお時間も、はい、嘉手納中学校の皆さんがね、インタビューをしていたんですけれどもね、引き続きこの時間もインタビューなどが入ってくるかと思いますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。それでは準備の方が整ったようなので、インタビューの方よろしくお願いします。はい、おはようございます。嘉手納中学校の長峰優奈です。はい、これからインタビューしていきたいと思います。はい、お願いします。ではお名前を聞いてもいいですか。宮平アウトです。はい、じゃあ今日はアウト君にインタビューをしていきたいと思います。今日は何をしに祭りにやってきましたか。食べにです。なんかわいい、食べに来た。食べにですか。何を食べに来たんですか。お菓子です。お菓子。お菓子を食べに来たんですか。小遣いはどれぐらい持ってるんですか。今1000円です。1000円すごいですね。じゃあこれからいろんなものを食べたり遊んだりして祭りを楽しんでください。はい。はい。青斗くんは誰と来たんですか。一人です。一人。一人で来たの。はい。お友達は後で合流、合流するの、後で会うの。ああ、よかった。じゃあ友達と一緒に楽しんでくださいね。今日最終日、最後の日なのでね。はい。はい、はい、以上。以上中継でした。はい、ありがとうございます。コーラも美味しそう。楽しんでね。はい、ありがとうございました。はい、ということで宮平青斗くん、あ、どこの子か聞くの忘れた。読谷の子だったかな。まあね、青斗くん今日は一人で歩いてきたんでしょうかね、きっとね。お友達と家族かな、あれ、一緒に連れている子がいるようなんですけれども、まあね、でもみんな読谷祭り食べに来たり遊びにね来ている子たち、まあこれから、今まだ11時なので、これから読谷祭りの会場に来る子どもたちや皆さんね、たくさんいるかと思いますけれども、はい、少しね、まだちょっと風が昨日よりはちょっと弱まってるかなとは思うんですけれども、はい、風の方も少しありますので気をつけていただきたいなと思います。はい、じゃあそれではですね、またインタビューの方が準備が整ったようなので、あ、まだですね、失礼いたしました。じゃあね、引き続きこの時間はインタビューの方も続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、第42回読谷祭りということで、昨日今日と開催されておりますよ。読谷地の皆さん、そして読谷村外の皆さんもですね、ぜひぜひ読谷祭りの会場に遊びに来てほしいなと思います。まあ、私はそう、読谷村出身なので、まあ、両親は読谷村ではないんですけれども、私は読谷村出身なので、小さい時から、はい、読谷村で読谷祭りにもたくさん足を運んでおります。まあね、新幹線などにも乗ったりね、したことも、あ、そうそうそう、展示されているのに乗ってたんですけどね、はい。そう、ぜひですね、地域の皆さんに一緒に読谷祭りを楽しんでほしいなと思いますのでね、はい、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。さあ、それではインタビューの方が準備が整ったようなので、呼びかけたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、こんにちは。ちょっとやってくる、声かけてくれるか。あ、自己紹介お願いします。はい、読谷村障害児者を守る父母の会の会長してます、古源です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどのようなものを売られていますか。はい、私どものテナントはバザーが中心で、その他に、金魚すくい、それから水ヨーヨーと、まあ、小遣いを稼ぐぐらいの勢いで頑張ってます。そうなんですか。はい、あ、
バザーではどういったものを販売してるんですか？バザーではですね、はい、洋服とか、うん、あと履物もありますし、ちょっとした小物、うん、アクセサリーとかを、はい、販売してます。はい、ちなみにこの小物などは、はい、小物などは手作りですか？あ、皆さんの、手作りもありますけど、ね、持ち寄って、うんうん、はい、売っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、に、あ、にやさん終わりです。あ、終わり、以上ですね。はい、ありがとうございます。ぜひバザーの方に足を運んで見に行きたいと思いますので、はい、今日一日頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということでインタビューでした。フルゲンさんですね、バザーを行っているということで、洋服や小物、履物など、またね、金魚すくいなどをしているということですので、ぜひ足を運んでほしいなと思います。こちらはですね、テナントブー、ブースの方はメイン入り口を入って左手の、はい、テナントの方に、テントの方にありますので、3つ4つ目ぐらいかなにありますので、ね、ぜひ足を運んでほしいなと思います。まあね、FM読みたんの中継車は、そう、メイン入り口から入ってすぐもう正面にありますので、大きいね、中継車なので、きっと目立っているかと思います。そうそうそう、そこをめがけていくと、はい、障害者を守る父母の会ということで、はい、テントもございますのでね、ぜひ来てみていただけたらなと思いますよ。またね、もうテナントたくさんありますので、テントね、あ、テナント、テントじゃないね、出店ブースたくさんありますので、ぜひ読谷祭りの会場に遊びに来て、まあね、楽しんでほしいなと思います。ちなみに今日は、お店の方も10時からもうね、10時からスタートしていますので、ぜひお昼ご飯から夕ご飯まで、ぜひこの読谷祭りの会場で楽しんでもらえたらなと思います。もうね、のんびりと、ね、日曜日を過ごしてほしいなと思うんですけれども、今日の、そう、はい、簡単に簡単に、はい、ちょっとね、流れやプログラムを紹介しようかなと思います。この後2時からは、もう今11時なのでね、2時からは、はい2時からは、はい、団体演技、読み子連、そして読み老連の皆さんが演舞があるということです。またね、3時からは受け継ごう読谷の心ということで、いろんな、ね、演舞が始まるということなんですけれども、ちなみに今ね、この、その中で吹奏楽部なども演舞があるんですけれども、FM 読谷の中継車の後ろにあります社協の方でね、多分社協から聞こえるかなって私は思ってるんですが、後ろの方から吹奏楽部の練習の音色がね、楽器の音色が聞こえていましたよ。なんかね、吹奏楽部といえば、実は私も小学校6年生の頃に、そう、実は吹奏楽部に所属していて、トランペットを担当しておりました。まあね、その中で実は私も読谷祭りの会場、ん、会場じゃない、舞台の方に、はい、立ってトランペットを披露したことがあります。まあね、読谷村内にある5つの小学校、そして2つの中学校合同でね、一緒に演奏をしたんですけれども、そうなんです。まあ、緊張しながらも、でもね、本当舞台から見る観客席すごかったのを今でも覚えております。ちょうどね、進行線が入る時に演奏するんですけれども、はい、その時にね、演奏した日、まあ、あれが初めて、あれは初めてじゃないか、その前に4年生の時に昨日ね、ありました。読谷村内の小中学校の、ね、児童生徒による集団演技ということで昨日行われていたんですけれども、私もそう、読谷村出身なので、実は、まあ、古毛南小学校に当時いたので、古毛南小学校の小学校4年生として、そう、この読谷祭りの会場で演舞をしたのを覚えてます。何回目だったかはもう覚えてないけれどもね計算がすぐにできないからはい、はい、そうなんです。だからね、実は昨日は、私実はめいっ子がいるんですけれども、めいっ子、おいっ子といるんですが、実はめいっ子がもうその年齢、年になったということで、そう、10歳、4年生ということで、昨日この会場で踊っておりました。まあ、読谷小学校に通っているのでね、はい、
踊っていたんですが、まあね、遠いので見えなかったんですけれども、でもね、近くまで、実は中継車の近くまで来ていたようで、まあ、中継車の中から少し見ていたんですけれども、体育着のね姿で見えたんですが、はい、どんな踊りをしたのかはわからないんですけれども、でもね、読谷村内に通っている小学校の皆さんが必ず4年生になったら踊るというね決まりというか、4年生に必ず演舞をするということで、もう読谷村出身で、読谷村に住んでいれば一度は読谷祭りに参加をするっていうね流れになっております。まあね、一度この場所に、まあ、小学生の時に来るということで、小学校の皆さんが演舞するということで、やっぱりそれだけの5校の、ね、小学生が踊るので、それに、まあ、大体1人につき2名以上は来るかと思いますので、ね、お父さんお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもきっと見に来ると思うので、たくさんの方々がこの読谷祭りの会場に足を運ぶね、え、みんな見に来ましたかね、昨日来た方たくさんいるかと思うんですけれども、楽しい読谷祭り、昨日と今日と、またね、昨日今日来てくれる方もいるかな、ラジオ聞いている皆さんは、まだもしお仕事をされている皆さんはですね、ぜひ今ラジオを聞きながら、今どういった様子なんだよっていうのをね、ちょっとまあ行った気分になってもらえたらいいんじゃないかなと思います。今私が見える場所では、まあ着々と、まあ、少しずつ人が入ってきているようですかね、まあ、子どもたちの姿が多いような気がするんですけれども、はい、そういった点、そうですね、人が入ってきております。じゃあここでちょっと天気の方も気になりますので、天気をちょっと見てみましょうね。沖縄気象台11時発表なんですけれども、今日は晴れ、そして時々曇りなんですけれども、降水確率は夕方もこの後12時から6時までも 10%、 そして夕方6時から12時までも同じく 10% となっております。そして日中最高気温は28度、昨日と同じですね。気持ちいい風が吹いているということで、北東の風となっておりますよ。ちょっとややね強い風となっておりますので、まあね、倒れそうになるものがあれば固定するなどして、ちょっとね対策を取ってほしいなと思います。まあね、私たちの FM 読谷のテントの方も、テントは倒れてないですけれども、ちょっとねテーブルなどがすっごい風がビュッと吹いてね倒れたこともありましたので、出店ブースの皆さんも、はい、何かちょっと飛びそうなものは固定してもらえたらなと思います。はい、もうね気をつけてほしいなと思いますよ。まあ、この後、まあ、晴れ時々曇りなので雨は降ることはないかなと思うんですけれども、もしでも昨日ちょっと雨降ったのかな、読谷村はね、どうなんだろう、お花の下、鉢の下もすごい濡れ、あでもあれはそうか、水をかけたから濡れてたのねはい、そうね、きっと雨は降っていないでしょう。まあ今日も雨は降ることはなく進むかと思いますのでね、ぜひ読谷祭りね、毎年雨だからなとかって思って足を運ばない方も中にはいるかもしれませんので、ぜひ今年は雨降らないだろうと思いますのでね、ぜひぜひ読谷祭りの会場に来て、で自分のね自分の目でまた楽しんで見て楽しんでもらえたらなと思います。まあ、人混みが、今日はね最終日ということもありますので、たくさんの方が来場するかと思いますが、ぜひ、出演される方もいっぱいいるかと思うんですけれども、ぜひ応援にね来て、来ながらまた見て楽しんでいただけたらなと思いますよ。さあ、それでは第2コーナーはですね、私もそうね、まあ、この番組は B プレミアムスタイルということで、はい、私は実は別でね、モデル事務所の方に所属をしておりますので、ちょっとモデルさんたちのちょっと活動というか紹介をしながらですね、私のこれからの活動もいろいろと伝えていきたいなと思いますね。引き続き読谷祭りの会場から生放送でお届けいたしますので、どうぞ皆さん引き続き FM 読谷をお楽しみください。それでは一旦 CM です。
は11時18分になりました。今日は本スタジオを飛び出してここ第42回読谷祭りの会場からビープレミアムスタイルお届けしております。誰か見てるかね。はいはい、ということで今日はですね、昨日から行われております第42回読谷祭りということで FM 読谷が、はい、中継をしているということでね、今日はここから本スタジオを飛び出してこの場所会場からですね中継、生放送でお届けしておりますよ。 FM 読谷はそう4月1日からね、ユンタ市場の隣にあります読谷村地域振興センターの3階からそう生放送ねお届けしているんですけれども、その前の旧スタジオはね文化センターとだったんですが、まだね文化センターにあるって思っている方も中にはいるんじゃないかなと思いますが、そう今年度4月1日からは地域振興センターの3階からそうお届けしておりますよ。今ねもうすごい大きな道路のすぐ家族にあるのできっと目立ってねいるんじゃないかなと思うので、わからない人はきっといないであろうと思っているんですが、皆さん知っていますかね、どうでしょうか。 FM 読谷今はラジオスタジオはもちろんなんですけれども、実はインターネットテレビスタジオというものが、はい、スタジオがありまして、そこからも毎日平日朝6時朝じゃない夕方ですね、6時台夕刊 TV ということで、読谷さんのニュース番組のような、まあ、ニュース番組って私いつも言ってるんですが、まあ、読谷さんの、ね、いろんな情報を発信している番組もございますのでね、ぜひこの中できっと、もう明日は平日ですよね、はい、明日きっと読谷祭りの何か情報があるのかな、楽しみですね。ぜひ FM 読谷は7月からはまた無料アプリも配信していますので、ぜひアプリまだダウンロードしていないというあなた、ぜひですね無料で配信していますので無料でゲットできますので、ぜひアプリゲットしてほしいなと思います。今日はですね今日は読谷まつりの会場からお届けしておりますので、どうぞ皆さんUTB のバナーから見てほしいなと思います。さあそれでは今日は午前中に中学生の皆さんがいろんな方々のインタビューを撮っておりますので、準備もねまた今整ったようなので、はい、インタビューの方よろしくお願いします。学校の串崎乃です。お名前をお伺いしたいと思います。はい、岩中ファームレストランの富山です。はい、岩中ファームレストランではどんな商品を売っているんですか？はい、紅豚のステーキ、餃子、肉まん、フランクフルト、あとはドリンクもありますよ。はい、このお店でおすすめの商品とかありますか？はい、今日のね、4時から、紅豚の丸焼きが出ます。ぜひですね、4時ぐらいになったら、岩中ファームのブースに集まってきてください。はい、紅豚はあんまりなかなか食べれないと思うので、読谷祭りに来てぜひ食べてもらいたいと思います。では一言中継をしているので、はい、メッセージをお願いします。はい、読谷の皆さんぜひ、読谷祭りへ来て紅豚の、ステーキあとは丸焼きをぜひ食べてください。お待ちしてます。はい、はい、それではお返しします。はい、はい、ありがとうございました。4時から丸焼きということですのでぜひ皆さん、はい、読谷祭りの会場に来てですね、はい、はい、岩中ファームさんの方に足を運んでぜひ丸焼き4時からということですので、ぜひ集まってみんなで食べてほしいなと思います。昨日もね肉の日だったのでもうね昨日今日とたっぷり準備してるかと思いますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いします。もうステーキ餃子フランクとねたくさんあるということで、もうお昼時間なのでそろそろお腹空きましたかね皆さん。ぜひね今も、はい、売って販売しておりますので、ぜひ岩中ファームさんは真ん中の方かな、入って、4つ目の列の方に岩中ファームさん、ね、ありますので、ぜひ入り口階段の入り口の方にから入るとすぐ右手の方にございますのでね、ぜひ足を運んでほしいなと思いますよ。ありがとうございます。さあそれではまた、インタビューの方が準備整ったということですので呼びかけていきたいと思いますよ。それではよろしくお願いします。お願いします。カルナ中学校2年の徳里美咲です。
今からインタビューをしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前を聞いてもいいですか？はい、生活環境課環境衛生係新里です。あ、今日はどんなことをしているんですか？はい、生活環境課です。ではですね、ゴミゼロブースを作って、ゴミ拾いのボランティアを募集しています。そのボランティアはどうやったら参加できますか？はい、うちのブース、生活環境課ブースですね、舞台の向かって一番左のところにありますので、こちらに来てもらえれば、ボランティアを受け付けることができます。昨日はですね、約150、60名のボランティアの皆様に参加しましてもらいました。はい、今日もよろしくお願いします。はいはいはい、あのゴミ、はい、では最後に PR をお願いします。はい、読谷村祭りではですね、ゴミをゴミステーション2カ所の方に分別をして搬出をお願いします。ペットボトルのラベル、キャップ、そういったものも外して、捨てるようによろしくお願いします。ありがとうございました。ちなみにすいません、ゴミのステーションはどちらにあるんですか？はい、ゴミステーションですね、はい、去年から場所が変わりまして、うん、2カ所、1カ所目がですね、今日船が入ってくるところ、入り口のところですね、はい、そこに1カ所、はい、もう1カ所がですね、舞台の、真ん中かな、真ん中ですね、はい、うん、真ん中の出口の、直駐車場のところに設けてます。うん、はい、はい、ということですので、ありがとうございます。でね、ゴミ分別を皆さんしてほしいなと思いますので、ご協力の方よろしくお願いします。そしてまたボランティアの、ね、ボランティアで参加してくださる方も参加して、募集しているということですので、はい、ありがとうございます。昨日もね、150名ボランティアの方がいたそうですよ。でもね、FM 読谷のところにも、そう、大人の、家族かな、多分お父さんお母さん子供とね、あのカンカンを、FM 読谷さんカンカンありますか、ちょっと欲しいですとね、来ていた子供がいたんですけれども、もしかしたらこの子もボランティアの子だったのかな。はい、ということですので、ぜひボランティアで、はい、参加してもらえる方がいましたら、ご協力の方よろしくお願いします。そして来場される皆さんもですね、ゴミはちゃんとゴミ箱へ捨てていただきますよう、ご協力の方もよろしくお願いします。はい、もうね、去年と違ってゴミステーションの場所が、そう、実は変わっております。私もね、まあ、はい、毎年いますので、よくゴミ捨ての担当になりますので、ね、金曜日に行ったらいつもの場所が真っ暗で何もなかったので、あれと思ったら、そうそうそう、今年から場所が変わっているということですので、でもね、皆さんがよく通られる中央の入り口、そして進行線があります入り口の付近となっておりますのでね、しっかりと、先ほどもね、新里さんが言っておりました、ペットボトルもちゃんとラベル、そしてキャップを分別してから捨ててくださいということですので、一人一人が心がけるだけでもね、だいぶ全然違いますのでね、しっかりと皆さん協力をしていただきたいなと思います。そしてゴミが落ちていたら、ちょっとね、拾ってもらえたらなと思いますのでね、ボランティアの方もいますけれども、一人一人が心がけることで会場がすごく綺麗に、はい、なって、気持ちよく、たくさんのいろんな方々がね、はい、気持ちよく参加できると、気持ちよく見ることができるかと思いますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いします。そう、ペットボトルとかね、瓶とかね、落ちてたら、もう足元見えない時に歩いてると転んでしまいますからね、気をつけてほしいなと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ということで FM 読谷、今日はね、読谷祭りの会場から中継車を用いて、ここから生放送でお届けしております。ということで第2コーナーにね、ちょっとモデルさんの話と思ったんですが、あと1分少々なので、また第3コーナーに続けたいと思います。さあ、それではここでちょっとお知らせがありますので、こちらを紹介しましょう。読谷祭りということで、今日ですね、献血を実は行っております。メイン会場の向かい駐車場にて現在献血を行っております。で、朝は11時45分、この後もあと15分ぐらいかな、受付は15分ぐらいということですので、ぜひ協力、ボランティアの方ご協力お願いいたします。ぜひ献血、ね、もう皆さんの少しのボランティアで一人の、ね、命が助かるかもしれませんので、ぜひボランティアをしてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
だね、十分な睡眠、あ、睡眠十分な睡眠などもとって、またしっかりと食事もとって万全の体制で献血も受けてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは引き続きですね、第3コーナーも B プレミアムスタイル、ここ読谷祭りの会場から生放送でお届けしたいと思います。それでは一旦 CM です。読谷店は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、座喜味城を仰ぎ見る、それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市三里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。時刻は11時32分になりました。本日は B プレミアムスタイルはですね、 FM 読谷が読谷祭りの中継ということで、ここ読谷祭りの会場から生放送でお届けしておりますよ。もうね、人が少しずつ増えてきておりますね。ちょうど私たちの中継車の右側には盆栽展が行われているんですけれども、少しずつ人が皆さんね集まってきておりますね。この列の方になんか人がたくさんいるような感じがするんですが、皆さん何食べに来たかな。まあね、ちょっと日差しの方も少し強くなっておりますので、皆さん熱中症などに気をつけていただきたいなと思いますよ。即売もね、そう盆栽店即売も行っているということですので、ぜひ気になるものがありましたらぜひゲットして帰ってほしいなと思いますのでね、皆さんよろしくお願いします。はい、うん、ね、そして今日は第42回読谷祭りということなんですけれども、会場から生放送でお届けしておりますよ。この後そう2時からね演舞が始まり、またね3時にも受け継ぐ読谷の心ということで、そして5時からはもう大イベント、メインのね目玉ですね、新高線創作新高線ということで、会場を
新幹線が走りますね。もう本当私読谷村出身なので、もう小さい時から見てはいるんですけれども、改めて大人になってね、やっぱりすごいな読谷祭りってね、いつも思っております。いつも私のいとこが県外の方に行っておりまして、読谷祭り行きたかったってねタイムラインにアップされていたんですけれども、ぜひぜひ、そうそうそう、読谷祭りは来れないけれども、ぜひネットで FM 読谷が配信してるから見てねとね、昨日夜 LINE をさせていただきました。ぜひね、県外に行ってる方もたくさん読谷地の方いっぱいいるかと思いますのでね、インターネットの方で見てほしいなと思いますよ。さあ、それでは嘉手納中学校の方がね、今インタビューの方が整ったということですので、呼びかけていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、嘉手納中学校の岸崎の絵です。お名前をお伺いしたいと思います。はい、山口すなこと言います。はい、山口さん、今日は何を言っていらっしゃいますか。読谷の紅芋で焼き芋を売っています。はい、焼き芋はたくさん種類がありますが、その中でもどんな種類を売っていますか。はい、読谷の紅芋はビセという芋と、あとつらこいという中が赤紫のすごく美味しい芋を焼いています。この2種類の中で山内さんは何が好きですか。皮が白いビセという芋は中も薄紫なんですけれども、色よりも中の方がちょっとジューシーで、甘さがチュラコよりは強いかな。私はビセの方が好きです。とっても聞くだけで美味しそうな気がしますね。それでは今中継を聞いてくださっている皆さんに一言お願いします。はい、皆さんこんにちは。読谷祭りで焼き芋を売っています。焼き芋は農協ブースの隣で、読谷の紅芋部会 の、 皆さんが出し合った芋を、うちの父が実は会長をしていて、例年通り焼き芋をたくさん売っています。1キロ500円で焼き芋を売っていて、2キロの生芋もありますので、どうぞ皆さんお立ち寄りください。はい、ぜひ立ち寄ってみてください。お返しします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。もう芋も美味しいですからね、ぜひ紅芋、ね、ブースの方がございますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは VTR の方の方に、OK です。はい、はい、ということで、紅芋さんって紅芋ね、たくさんあるかと思いますので、ぜひFM読谷中継車の真正面にね、大きいテントがあるんですけれども、そちらの方で販売しているということですので、ぜひ奥までね、足を一周してね、もうね、全部のテナント見てほしいなと思うんですけれども、もういろんなね、テントブースがございますので、ぜひ一日中読谷祭りの会場で楽しんでいただきたいなと思いますよ。はい、それでは VTR の方が準備の方ができたということですので、よろしくお願いします。はい、ちょっと一旦止めましょうね。はい、ということで、もう一度ちょっと準備の方が整ってから紹介していきたいなと思います。はい、ということで、本日は B プレミアムスタイルはですね、読谷祭りの会場から生放送でお届けしておりますよ。はい、ということで、私はですね、実はもうちょっと、読谷祭りと話は別になってしまうんですけれども、はい、モデル事務所の方に所属しておりまして、実は、昨日なんですけれども、那覇市にあります男女共同参加センターティルルというホールでですね、実は琉球トラウマナイトという2016というね、映画が実は上映されておりました。実はですね、私はもう先週の16日に上映会を見に行ったんですけれども、実は私もちょっとだけ出ております。昨日見に行った方いますかね。ちょっとホラー映画になってしまうんですけれども、はい、ホラー映画になってしまうんですが、そういった映画に少しだけ出させていただきました。またね、今後 DVD なども販売するかと思いますので、ぜひその時はちょっと PR させていただきたいなと思いますよ。さあ、それでは VTR の方が準備ができたということですので、よろしくお願いします。
会場からリポーターの石川達也です。可愛いお姉さんお二人とかっこいいお兄さんがいらっしゃいますので、早速、お名前から聞きたいと思います。あ、ロイヤルレストランです。はい、はい、名前、はい、お名前、はい、与那葉瑞希です。はい、荒垣です。はい、よろしくお願いいたします。こちらロイヤルレストランさんは今回どういった商品を出されてますか？今回は祭り限定ということで、いつもお店に並んでない商品を持ってきました。例えばどんな商品ですか？そうですね、ハンバーガーなんですけど、いつもお店で出してるのはそのハンバーガーから出るチキンフィレを、もう見ていただいたら分かると思うんですけど、こちらですか？これはですね、14種類のスパイスを混ぜて作ったオリジナルチキンなんですよ。でかいですよね。はい、もうでかいんですよ。この女の子の顔と比べてみてもらったら分かると思うんですけど、ほら、でかいです。もうそんな感じで。じゃあこの商品いくらですか？いつもはね、本当は1000円で売りたいところなんですけど、祭り価格で500円で売ってます。500円で買えるんですか？はい、売ってます。お姉さんも他におすすめの商品とかありますか？ですね、こちらで食べられるヤギ汁をおすすめとしてるんですけど、こっちもちょっと写してほしいんですけど、はい、1000円で。1000円で、わかりました。さまざまな、商品もある中で、最後にラジオと、UTV をご覧になっている皆さん、ぜひ来てねという皆さんのアピールをお願いします。社員一同お待ちしてます。来てね。ありがとうございました。もうそんなんでいい。はい、ありがとうございました。ロイヤルレストランさんからの、インタビューでしたね。はい、ということで祭り限定で、まあね、通常はハンバーガーを売っているそうなんですけれども、チキンフィレを挟んだ、本当女の子の顔と同じぐらい、ちょっと大きめだったような気がしたんですけれども、大きいねハンバーガーとなっておりましたよ。まあね、お祭り価格ということで500円で販売しているということですので、ぜひロイヤルレストランのブースの方にも足を運んでいただきたいなと思います。中央の入り口からね、降りていただいて左側の方に左側の方に歩いていくと、はい、沖縄養蜂さんと蜂蜜を販売しているプロポリスなどを販売しているテナントが見えてくるかと思いますが、その真向かいにロイヤルレストランさんの方がありますのでね、ぜひ足を運んで、ちょっと気になるとヤギ汁がね、好きな方もたくさんいるかと思いますので、ぜひ食べに行っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、また嘉手納中学校の皆さんのインタビューが入ったということですので、それでは準備の方大丈夫ですかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、嘉手納中学校の永峰優奈です。今からインタビューしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。と、今日は何を言っていらっしゃるんですか？はい、ハワイアンカフェプルメリアで、シェイブアイス、かき氷を販売してます。あとはお酒、カクテル、泡盛、あとウイスキーなども販売しております。そうなんですか。かき氷は何種類ぐらいあるんですか？かき氷は、5種類ありますね。ハワイアンブルーで、ストロベリーで、レモン、あとマンゴーで、あとココナッツの味を今回初めて出してます。あとその他にはレインボーシェイブアイス、3種類の味をミックスしたかき氷と、あとはダイヤモンドといって、すごく大きいかき氷、頭のサイズぐらいあるようなかき氷も出しております。見たい。そうなんですか。すごい、すごいですね。食べてみたいです、うん。食べたいね。その中でおすすめは何ですか？はい、おすすめは今回初めて持ってきたココナッツミルクの味の、かき氷がおすすめですね。ココナッツのかき氷、珍しいですね。価格はどれぐらいなんですか？はい、価格は300円でお出ししております。で、ミルクはすべてサービスでかけておりますので、ぜひお越しくださいませ。300円安いですね。私も後から食べに行ってみたいと思います。はい、以上中継でした。はい、ありがとうございました。ココナッツミルク私も食べる。美味しそうですね。もうこんな今日ね、暑いですからね、ぜひカフェプルメリアさんの方にも
足を運んで、かき氷5つの種類のかき氷があるということで、またね3種類楽しめるかき氷もあるということですので、ぜひぜひ、もうこんな暑い時にはね、かき氷食べたくなりますよね。きっと子供たちはかき氷大好きだから、まあ大人もですけれどもはい、ぜひあのご飯を食べた後に、ちゃんとご飯を食べた後になんですけれどね、ご飯食べてからちゃんとデザートも食べてください、まあ、デザートといえば、から青い海さんの方でも塩アイス販売していますね。ぜひあの奥のブースになるんですけれども、まあ、JA さん の, あのテントから近いブースとなっておりますので、ぜひ青い海さんの方にも塩アイスも食べに行ってみてください ね、まあ、ねデザートもいくつかのテナントの方で、はい、販売しておりますのでね。そうそうそう、そしてね、あの ES サービスさんの方でもジェラートもね販売されておりましたよ。フローズンもね、こちらの方でも細長い容器に入ったフローズンが楽しめるということですので、ぜひそちらの方も見てほしいなと思います。そして世界一になったジェラートも6種類ありましたので、ぜひぜひぜひそちらの方も見てほしいなと思いますね。濃厚でちょっと美味しく、もうねすごい美味しかったですので、私は紅芋を食べさせていただきましたよ。ぜひ読谷祭りの会場に来て楽しんでいただきたいなと思います。それでは一旦 CM です。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市美里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷まつりを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。
は11時48分となりました。 B プレミアムスタイル、あっという間にエンディングが近づいておりますよ。ということで今日はですね、中継、読谷祭りの中継ということで、この時間も同じく読谷祭りの会場から生放送でお届けしておりますよ。あっという間のエンディングなんですけれども、皆さん、はい、もうね、読谷祭りこれから向かう皆さん、まあ、熱中症状もありますので、はい、ぜひ遊びに来てほしいなと思いますのでね。ちょっと簡単にというか、今日行われる、はい、会場のちょっと お知らせをしていきましょうね。今日は創作振興戦が、はい、ありますね、5時からで、その前になんですけれども、そう、知っている方も中にはいるかと思いますが、ぜひラジオを聞いている方にも紹介しましょう。祭り期間中なんですけれども、振興戦が一般開放されますということで、今日はですね、この後12時からそして3時まで、はい、一般開放しているということですので、ぜひちょっとね、中覗いてみてほしいなと思います。私も小学生の時、母に連れられて一緒に、うーんと恥ずかしがりながらもね、はい、振興船に乗って写真を撮影をした覚えがありますよ。何歳だったんだろうね。ぜひね、あの振興船に乗る機会って本当ないですので、この祭り期間中となっておりますのでね、ぜひあの振興船の方にも乗ってみてはいかがでしょうか。この後12時から3時まで一般開放されますよ。さあ、それではインタビューの方が準備整ったようなので、呼びかけていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、こんにちは、カルナ中学校の徳里美咲です。今からインタビューをしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、自己紹介をお願いします。はい、沖縄ハム営業の中村幸之介と申します。沖縄ハムの山内です。今どんなお店を出していますか。はい、うん、沖縄ハムは毎年読谷祭りに出店していて、で今年もまた頑張ってます。どんな食べ物がありますか。工場直送のハムとベーコンのタコスボールとトルティーヤです。どれがおすすめですか。プリトドッグ、はい、一番おすすめはプリトドッグです。いくらですか。1本150円。お、150円ですか。お安いですね。お手頃価格です。はい、じゃあ最後に PR をお願いします。読谷の工場から直送で持ってきてますので、ね、値段も安くで出しておりますので、はい、頑張ってますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、はい、お手頃価格で販売しているということですのでね、ぜひ沖ハムさんの方にも足を運んでみんなで食べていただきたいなと思います。私は個人的にタコスボールが食べたいなと思いましたけれども、皆さんはどんな食べ物、会場に来ている皆さんはどんな食べ物を食べているんでしょうかね。ぜひ沖ハムさんの方はブースの方が、真ん中の入り口の方入ってすぐ右手の方に、はい、沖ハムさん、沖縄ハムさんがございますので、ね、テナントがございますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さあ、それではここでちょっとお知らせというか、聞いている方々にお得な情報をお知らせしたいと思いますよ。今回読谷祭りの会場に出展されているブースすべてなんですけれども、500円ごとに1枚の抽選券がもらえます。まあね、テナントで、買ったらですね、購入したら、まあ、500円ごとに1枚なので3000円買ったら、まあ、6枚ね、もらえるということなんですけれども、ぜひお会計の際に抽選券もくださいと声をかけて伝えていただきたいなと思います。このね、抽選券3枚集めると1回抽選ができるということですので、しかもね、外れもないそうですよ。はい、ぜひ今日も行っておりますので、ぜひ抽選券3枚ゲットしたら、はい、抽選会参加することが、抽選ができますので、ぜひ皆さんお買い物した際はテナントのテントのお店の方にですね、抽選券もくださいと声をかけて、抽選券たくさんゲットしてください。今日はね、今日のものなので、昨日もらった抽選券はもう今日は使えませんのでね、
残念ながら、はい、今日もらった抽選券は今日のうちに、はい、交換じゃないね、抽選会参加してもらえたらなと思います。そして抽選の時間なんですけれども、まあね、今日は午前中の10時からテントの方が、出店の方がスタートしていますので、朝の10時から夜の8時まで、はい、抽選の時間、抽選会やっておりますので、ぜひ抽選券持っている方々は忘れずにですね、抽選会参加してほしいなと思いますよ。そしてこちらの抽選会場なんですけれども、中央の入り口、階段の入り口があるんですが、そちらの、はい、すぐ左右にですね、商工会の本部のブースとなっております。まあ、左側が、抽選会場となっておりますので、ぜひ入り口付近、ね、見つけやすい場所となっておりますので、ぜひそちらの方に行って抽選会参加してほしいなと思います。2000点ほど準備しているということで、はい、皆さん楽しみにね、もうしている方も多くいらっしゃるかと思いますので、ぜひ豪華な景品を当てていただきたいなと思います。外れなしということですのでね、はい、忘れずにもらって、忘れずに抽選会参加してくださいね。500円ごとに1枚ずつもらえるということですので、きっともちろんくじ引きなど物、何か特産品などね、買ったりする方もいるかと思うんですけれども、そういったものも全て対象となっておりますので、はい、読谷祭りの会場で買うものすべて対象となっておりますので、抽選券忘れずにもらってください。そして最後にもう一度お伝えしましょう。読谷祭りの会場で献血を行っております。皆さんのご協力をお願いいたします。本日10月30日日曜日、はい、午前中の部はもう終了しましたので、最後午後の部1時から4時30分まで献血をしておりますのでね、ぜひ献血の方もボランティアよろしくお願いいたします。ということで、あっという間に1時間お届けいたしました美プレミアムスタイル、今日は第42回読谷祭りの会場から生放送でお届けいたしました。はい、これから私もモデルとしていろいろと活動頑張っていきたいと思いますので、ね、皆さんどうぞ応援の方よろしくお願いいたします。そして来週はちょっと私は午前中はめいっ子の運動会と、そして午後はちょっとねお仕事で、はい、いないのでね、いないのにって、ね、いませんので、ちょっと番組はお休みとさせていただきます。それではまた再来週、バイバイ。
時計の針は12時を回りました、毎週この時間日曜日の12時から1時までは、私たっちゃんこと石川達也石川ことたっちゃんかな方法法華経の、はい、お時間となっております。今日はですね、こちら第42回を迎えます読谷祭会場からお届けしています。本来であれば、スタジオの方からなんですけどもね、今日まで、第42回読谷祭りが、開催されているということで、今日はね、こちら、中継バスの方から、放送させていただきます。はい、ということで始まっておりますが、たっちゃんの方法法華経、私ねもう興奮してますよ今ね。って言ってもね、私この読谷祭り初めてね、この参加、まあ、こちら FM 読谷のスタッフとして参加させていただいてるんですけども、これ一昨日から始まってますね。28日の方が前夜祭ということで、こちら100万人の平和コンサート、ただいま祭り会場でもあります読谷村運動広場で100万人の平和コンサートが開催されました。こちらで前夜祭ということもあり、県出身じゃないですね、読谷出身の、豪華なアーティストさんが、ステージに立たれ、さまざま歌って、またダンスも含めてお届けしてたんですけども、まあ、日賀あゆみさん、デイゴ娘さん、川口京吾さん、小錦バンド、うない組さんなどなど、ユナイテッドナムダネーションと琉球ダイナクラブですかね、間違ってたらごめんなさい。本当に、ね、活躍されてるアーティストの皆さんが、ね、28日の金曜日ですね、まあ、夕方頃から、こちらのステージの方で、歌われましたね。本当にね、見てても楽しかったですよ。で、日を明けまして、また昨日からまた読谷祭りが、本格的に、開催されましたけども、昨日もね、私このね、この読谷会場でスタッフとして、仕事も含しながら会場のね様子も見たんですけども、本当にねプログラムがね、もうなんて言えばいいんですかね、豪華と言いますか、本当にねもうどれも見応えのある演舞余興とかねされてまして、本当にね、私読谷祭りは本当に初めてなんですよ。なのでもうこのね、もう雰囲気をね、どういったものかわからなかったんですけども、この見ることでなんて言えばいいですかね、もう本当に、あ、読谷祭りこんなものなんだ、楽しいんだってね、ちょっと本当に興奮気味なんですけども、さてこの第42回読谷祭り、28日の前夜祭も含めて今日で、最終日となっております。で、そうですね、まあ、今日もこの後さまざまな、また催し物、ステージのでのプログラムも含めてさまざまな、ね、方々がステージに立たれまして、はい、披露していくんですけども、はい、まあ、この、読谷、今日はですね、読谷村運動広場で、まあ、この会場、あ、違いますね、祭り開催されてますが、今日はね天気にも恵まれて、ね、雨も降らないようですので、まあ、ラジオを聞いている方、そして、インターネット UTV をご覧になられている方はですね、まあ、この番組を聞いて、ね、ぜひまた今日は読谷に来てくださいね。はい、ということでね、今ラジオをお聞きの皆さんに、じゃあ改めてお知らせいたします。通常、ラジオでも放送しますが、私たち FM 読谷は、ネットの方でも動画配信も、させてもらってます。で、会場にどうしても来れないよっていう方々もね、この FM 読谷の公式のホームページから、ね、検索していただきましたら、もう本当にリアルタイムで会場の様子が、見れますので、ね、これを見てね、まあ、本当に読谷村出身の方とかね、読谷村を思い出してね、楽しんでいただきたいなと思いますよ。
まだステージの方はですね、今日はまだ、本日の2時頃から、余興なりね、始まりますが、こちら会場ではすで、に本日の午前中10時から、出店ブース、テナントがね、もう営業開始してます。で、ちょこちょこ会場にもお客さんが見られていますね。で、本日は祭り会場さまざま本当に、読谷村のね、企業などお店がねたくさん、出店されていますけども、はい、ということでこちらで、インタビューの模様をお届けしますので、少々こちらをお聞きください。はい、ということで失礼しました。ちょっとね、トラブルが起きているようなので、はい、準備が整うまで、はい、そうなんですよね、ちょっと話途中になりましたが、こちら読谷祭り会場なんですけども、本当にね様々なね企業さん、お店がね、いろいろ出店されてますよ。で、私もね取材の方で、ね足を運んだんですけども、はい、ということで大丈夫ですか。はい、ということで改めまして、インタビューのお声をお、皆さんに聞いていただきたいと思います。どうぞ。はい、JA 読谷ユンタ、支店、JA さんのブースにお邪魔してます。読谷で知らない人はいないでしょう。自己紹介お願いします。はい、FM 読谷 のパーソナリティでもありますユンタンザのベニーもあんまやび、またはですね、またはじゃないですよ、本当は JA 沖縄読谷支店女性部中曽根八重瓶ゆうたしく、はい、なんかもうアンマーさんが定着してるんですけども、はい、アンマーさんでいいですか。はい、アンマーでいいです、はいはい、よろしくお願いします、はい、こちらこそ、はい、アンマーさん、今日は JA さんのブースで何をされてるんですか。はい、私たち女性部ですね、地産地消で、はい、地元の野菜とかいろんなのを使ってですね、はい、加工品、漬物とか揚げ物、蒸し物を販売しております。本当に揚げたて熱々ですので、自ら焼いて販売、はいはいはい、ちなみに商品見てみたいんですけど、はいはい、すいませんね、あ、支店長が持ってきました。今支店長ありがとうございます、はいはい、ですね、はい、熱々のサーターアンダーギーもすぐもごめんなさいね、手でこれサーターアンダーギーシンプルのあれです。これも手作り今はい、揚げ、これはユンタンザの紅芋を使ったクッキーですね、はい、これはまた八太鼓餅、はい、そしてドーナツもいつも角畑公民館で無償提供してます、JA の共同の輪ということでドーナツもありますし、これまた不眠症の方にはクワンソウの花で作ってあります、漬物ですね、ポーポーも今焼いてますし、はい、いろいろソベポーポータレとかですね、はい、焼肉のタレ、はい、お肉はまた、ね、牛深いで買われてください、はい、ということ で、 上手です、ね、はい、心一つに牛深い読谷支店全員頑張っていますので、はい、ぜひお越しください。昨日今日天気に恵まれて、ね、最高の気分で味わい楽しめると思いますので、また夕方からはいろんな余興も催し物もありますので ね、 はい、はい、ぜひこれほんのちょっとです。いっぱい、はい、加工品ありますので、ぜひ足運ばれてですね、はい、読谷の味、はい、ぜひいらしてくださいねということで、ベニーもあんま、本当は支店長だったのお一人だったんですけど、私もって追いついてきましたので、ゆたしくね、ごめんね。いや、素晴らしいです。ありがとうございました。はいはい、観光客の方も本当に多く毎年祭り来てるんですけど、はい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 、観光で来てる方も何名か来店をされてる、はいはい、ですね、本当に沖縄県観光立県700万人余ってますけれど、結構チャンプル文化で食べ物もソーミンチャンプル、ゴーヤチャンプル、いろいろありますけれども、英語から中国語、ウチナグチ、ヌーンクイチャンプルで混ぜ合わせとということでですね、今日もまたザンパロイヤルさんの方に京都の
女性部の方が交流会でいらして、私たちあちらもぶうない、こっちもぶうない、大忙しで楽しんでいますということで、ぜひ読谷にいらしたらいろんなことが味わえますので、いらしてくださいということで、いろいろあれですよ、嫌がってまた恋が芽生える、はい、観光客の皆さんね、はい、ぜひいらしてください。はい、よろしいですか、はい、もうあんまさん、もう喋りきったので私ももう喋ることがあります。もう言い尽くしました。大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です、はい、またこの続きは会場の方でお待ちしておりますので、はいはいはい、よろしく、はい、はい、あんまさんありがとうございました。はい、ありがとうございます、はいはい、ということで皆さんにはですね、比嘉雅也さんの方が取材を、行かれました。 JA さんのブースで、はい、商品売ってますよということで皆さんに、ご紹介させていただきました。本当にね、話聞く限りサーターアンダギーだったりクッキー、そして餅ね、どれも美味しそうですね。また熱々のね、まあ、商品も取り揃えてるということで、皆さんね、祭り会場に来た場合は、際にはね、こちら JA さんのブースにも立ち寄っていただき、どういった商品がね置いてるのか改めてね、見て買っていただきたいなと思います。はい、ということでまだまだね、続きますよ。改めてではこちらも皆さんにご紹介させていただきます。はい、じゃあお願いします。はい、会場からリポーターの石川です。自己紹介お願いします。はい、読谷夜明かり琉球ランタンフェスティバルのプロジェクトマネージャーをしておりますウリュウと申します。よろしくお願いします。はい、ウリュウさんよろしくお願いいたします。今回祭りでこちらの出店ブースはどういったことをされてるんですか。はい、12月3日から2月の26日まで86日間、読谷夜明かりっていうプロジェクトで、フェスティバルをやります。まあランタンフェスティバル開催ですね。でそのためのワークショップをやっています。実際に皆さん今作られてるじゃないですか、はい、これは何作ってもいいんですか。自由に向こうの方から行くと自由に自分の好きな形で好きなものを作っていただく。で布張りです。でこちらはねぶた師の青森から来ていただいてる福士さんを中心に、金魚ねぶたって言われてるものの沖縄バージョンで2本を作っています。はい、本当に様々なものを今皆さん作られてるんですけども、これ材料とかは持ち込みになるんですか。材料はこちらで全部ご用意してます。もうこちらで手ぶらできて素敵なものが作れるということで、はい、じゃあ最後にですね、ラジオそして UTV をご覧になっている皆様へアピールお願いします。はい、ランタンフェスティバルに皆さんで参加していただきたいなと思っています。読谷村の振興センターで11月30日まで、こういったワークショップやっておりますので、どしどし参加してください。よろしくお願いいたします。はい、以上会場からでした。ありがとうございました。ということで、皆さんに、お聞きしていただいたのは夜明かり、読谷村の夜明かりプロジェクトということで、ウリュウさんの方からお声を、いただきました。ね、こちら祭り会場でですね、昨日今日とね、ランタンオブジェワークショップというね、イベントも開催されております。本日は1回目が、午後2時ごろで、2回目が午後、5時ごろということでね、皆さんも、聞いていただいたと思うんですけども、本当に材料はね一切持ってこないで、なんて言えばいいんですかね、手ぶらでこちらのブースに来ていただきましたら、あなたのお気に入りのランタンオブジェが作りますよということでね、この一つのイベントとしてね、記念にまたあなたのね、素敵なまたランタンを作ってみるのもね、いいかなと思います。こちら参加費は無料なので、ぜひですね、本当にこの読谷祭りの思い出にでもこちらね、ご利用に、なっていただきたいなと思います。さて、はい、CM まで残りなので、また CM 明けはちょっと電話中継ということでね、皆さんにまたお声をお伝えしていきたいなと思います。一旦 CM です。
11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、スタヤ読み探偵で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日はスタヤ読み探偵へぜひご来店ください。スタヤ読み探偵は第42回読み探祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る。それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬名葉に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市美里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。はい、時計の針は12時18分を回りました。お届けしておりますたっちゃんの方法法華経、本日はですね、スタジオではなくこちら第42回読谷祭り会場から、お届けしておりますよ、ね、はい、ということで本当会場にもね続々、お客さんが見えてきました。天気の方もですね、今日は読谷村本当に晴れてですね、気温の方も若干暑くなっていると思いますのでね、皆さんこのラジオを聞いて、はい、ぜひ読谷祭りにお越しください。それではここで、電話中継がつながっておりますのでお声を聞きたいと思います。もしもーし。はい、もしもーし。はい、こんにちは。こんにちは。はい、自己紹介お願いします。はい、私読谷村高志法青年会会長の千葉亮と申します。はい、千葉会長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千葉会長、今どこにいらっしゃるんですか？現在ですね、はい、大湾交差点のですね、読谷村の電光掲示板の下の方におります。ああ、もう本当に読谷村の入り口の方ですね。はい、そうですね、入り口の方に、はい、はい、渡していただいております。はい、千葉さん、なぜそこにいるんですか？はい、今回ですね、高潮青年会ですね、はい、ハロウィンにちょっと盛り上げをということで、はい、企画してたんですけれども、はい、どうせやるなら意味を持ってですね、はい、やりたいということで、はい、
世界ウチナーズ大会、第6回世界ウチナーズ大会もやってますので、それに合わせてですね、はい、この世界ウチナーズ大会を盛り上げていこうということで、はい、看板も持ってですね、はい、沿道に立って今盛り上げている途中でございます。本当ですか。皆さん、はい、どのぐらいの人数でそちらにいらっしゃるんですか。今ただいまですね、12名ほどなんですけど、もう少し増えるかもしれないですね。本当ですか。これ、はい、やっぱ読谷村の入り口、また大通り沿いに面しているということで、車で、はい、あの通る方の反応とかどんなですか。そうですね、皆さんも笑顔で手を返してくれてですね、とてもありがたいですね。本当ですか、はい、これなんか実際に皆さん仮装とかされて立たれてるんですか。あ、そうですね、もちろんハロウィンなので仮装もしながら自分たちも楽しみながらですね。本当ですか、楽しそうですね。はいはいはい、これ本当にもう皆さんが車でね、読谷祭りに向かう方もたくさんいらっしゃると思うので、本当にね、はい、まあ、世界ウチナーズ中というのもねありますのでね、はい、本当にいいアピールになってるんではないかなと思うんですけども、はい、はい、そうですね、これをきっかけにですね、はい、若い人たちでも興味持っていただいて、はいですね、これがきっかけになってくれればなというふうにも思っておりますね。はい、ということで、はい、この何時頃からあの皆さんこの大湾の方にいらっしゃるんですか。つい先ほどですね、12時から、立ち始めてですね、また2時間から3時間ほど経ってやろうと思ってますね、はい、あ、この後じゃあ2時頃3時頃まで皆さんで。はい、そうですね、はい、すごいですね、本当にもう読谷村の入り口ということで、本当にね、たくさんの方にまた高潮青年会の PR も含めてね、はい、お届けできますね。はい、そうですね、これをきっかけにまた盛り上げて、読谷村全体をですね盛り上げていけたらいいなと思ってます。本当ですね。もう一応読谷村今日天気もいいので、皆さんねこの後2時頃、3時頃まで、まあ、このね、立たれるということで、こまめにまた水分補給しながら休みながら頑張ってくださいね。はい、わかりました、頑張ります。またあの祭りの PR も含めて皆さん頑張ってよろしくお願いいたします。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、この後2時頃まで、読谷村入り口大湾交差点の LED ビジョンの前の方で、高潮青年会千葉な会長をはじめ、多くの皆様がね、祭りの PR、 そして世界ウチナーズ中のまたね PR も含めて、仮装しながら皆さんいますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで以上、電話中継でしたね、ありがとうございました。ということで本当にね、もう様々な方がこのね、今回世界ウチナーズ中5年に1回開催されるということもありまして、昨日ですね、読谷村の地域振興センター1階の方でも、イベントがあったんですけども、第6回世界のウチナーズ中大会、世界のユンタン山、歓迎レセプションということで、昨日、10月29日の土曜日、お昼の12時から14時まで、午後2時まで ですね、2時間ほど、地域振興センターふれあいホール1階の方でレセプションというイベントがありました。まあ、こちらはですね、村長をはじめ各、代表の方がねご挨拶とともに、まあ、もう歓迎ということでね、この余興とかね、ハワイ読谷クラブのフラダンスとかね、また波平青年会のエイサー、青年エイサーの方もね、披露されましたよ。私の方もですね、昨日こちらイベントの方でね、携わったのでね、本当にね、もうこの今回、戻られてきた世界のウチナーズ中の方々、昨日どのぐらいいたかな、100名もっといたんじゃないかな。本当にお昼からだったので、皆さんあの、ね、ご飯も食べながらのんびりしながらこの、ね、挨拶も聞き、ね、またこの余興とか琉球忍者ショーっていうのもあったので、私ねこれ初めて見たんですけども、はい、そうですね、本当にね琉球忍者ショー、フラダンスとか本当にねもう歓迎もの意味も込めてね、また青年エイサーの波平青年会の皆さんもね、大台に歓迎されましたよ。
はい、ということでこちらも本当にねもう楽しかったですね。はい、もうこんなにねもう世界のウチナーンチュがね、いるだとね改めて実感してね、いい刺激になりなったのかな。はい、ということでねまだまだ続きますけども、はい、ということでね、読谷祭り今日はですね改めまして第42回読谷祭りということで、こちら読谷村運動広場で開催しております。こちらですね私たち FM 読谷の方も、中継バスを用いてですねこちらの方から今日はね、生放送をさせていただいております。はい、もう本当に昨日、一昨日前夜祭も含めて始まっておりますがね、まだ昼頃なので、ね、お客さんは、はい、ちょくちょくではございますが本当に会場に、ね、足を運んで、ね、来てますね。本当にさまざまな出店ブースもある中で、ね、私が、ね、昨日取材に行ったところで美味しそうなのがあったんですけども、なんと枝フードさんのブースでね、はい、私取材をさせていただいたんですけども、なんといってもさまざまなこちら商品がある中でロングポテトっていう商品があるんですよ、ね、多分ねご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、本当に一本一本のねポテトがねもう本当名前の通りロングポテトで、ね、サイズがでかいんですよ、ね、これをね、一本食べるまでっていうか食べるだけでもお腹いっぱいになると思うんですけども、ぜひこれをね購入していただいて皆さんでシェアしながら食べるのもね本当にいいのかなと思いますね。で枝フードさんはね本当にさまざまなね商品も取り揃えていましたので、こちらね読谷祭り会場に、お越しいただいた際にはね、こちら枝フードさんのね、出店ブースにも足を運んでいただいてお買い求めになられていただきたいなと思います。はい、そしてですねオーシャンズピザ、こちらはね読谷村の高潮にありますよオーシャンズピザさんも今回出店されてますよ。さまざまなピザがありますこちらで、ね、祭り会場にでも、会場でも、ね、ピザがね、お買い求めなられますのでね、皆さんね、やっぱ祭り会場来た時はね、まあ本当に焼きそば、焼き鳥とかね、もう本当に食べたくなりますよね。ピザもね、本当におすすめですのでね、またサイズもでかくてね、こちらは本当におすすめですので、オーシャンズピザ、皆さんね、祭り会場来た際にはこちらの ブースの方にも立ち寄っていただいて、お買い求めよろしくお願いいたします。さて早いもので、第2コーナーも残り1分を切りましたが、はい、今日はですね、このあと2時からね、このステージの方では、演技舞踊などがね、また始まりますがね、それまで早めにね読谷祭り会場に来ていただいてね、皆さんねまたお昼ちょうどお昼時間帯なのでね、本当にさまざまな出店ブース、祭り会場でしかね、買えない商品もねさまざまあるとお聞きしましたのでね、そちらもお買い求めくださいということでね、CM は、挟みまして改めて、情報を皆さんにお伝えしていきます。一旦 CM です。
11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、スタヤ読み探偵で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日はスタヤ読み探偵へぜひご来店ください。スタヤ読み探偵は第42回読み探祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る、それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市美里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。はい、CM を挟みまして、時計の針は12時32分を回りました。お届けしておりますたっちゃんのほうほうほけ今日の番組ですが、改めまして本日はですね、第42回読谷祭りの会場から生放送させていただいております。さて、この時間からねラジオを聞く、方にも改めてご説明を、しましょうね。本日はですねラジオと同時に、映像の方でも会場の様子が皆さん、ご覧になられるので、FM 読谷のね、公式ホームページを、検索していただけましたら、この読谷祭り会場の様子がね、リアルタイムで今見れますよ。ぜひですね、お時間ある方はね、ぜひ検索していただきましてね、見て楽しんでいただきたいなと思いますよ。さて始まっておりますが、これからね読谷村祭り、今日、まあ、日曜日最終日ということでね、来るよって方で読谷村のね、この祭り会場がわからないという方はね軽く説明させていただきます。国道58号をですね、読谷村、北上していただきましたらイラミナ交差点があります。そこをですね左に、曲がっていただいたら、そこからねもうずっととねまっすぐ両サイドに読谷祭りと旗がね、会場まで、ね立ち並んでますので、それが目印となっておりますね。そこから本当に、車を走らせましてね、読谷祭り会場まで両サイドにね、旗が立っていますので、皆さんそれを目印に、ぜひ読谷祭りにお越しください。さて昨日、まあ、今日も、今日もこれから、ステージの方では様々な、ねイベントがありますが、昨日はですね一時、この読谷祭りオープニングセレモニーということでね、各、代表者の、方がご挨拶ということで始まりまして、で、様々、な古源中学校、村内のですね古源小学校、古源、読谷小学校などなど、生徒によります集団演技も、開催されました。そして、愛知県の蟹江町の、また、こちらは太鼓クラブの皆さんですかね、間違ってたらごめんなさい、皆さんのねまたお披露目もありました。そして世界のユンタンザンチュ大会ということで、はい、こちらね、昨日地域振興センター1階のでね行われました、ユンタンザンの方がですね改めてこちらの方に、ま皆さんステージに立たれまして、また、PR も含めてね、されましたよ。そして、読谷高校のダンス部などなど、本当に
ね、ステージの方ではさまざま余興演舞、ね、披露したんですけども、私ね本当に読谷祭り今回初めてなんですよ。で一昨日のね前夜祭の平和コンサートからも含めまして、ね、この会場の様子を、リアルタイムで見てるんですけども、ね、なんか読谷村の祭りってなんか他の地域、村の村というか地区の祭りとなんか変わってる、変わってるって言ったらあれですけども、なんですかね、このステージに立たれる方が、はい、皆さんね、読谷村で頑張っていらっしゃる皆さんがねステージに立たれて演技とかねダンスとかも、披露されているということでね、本当にね村民が頑張って作り上げているこの読谷祭りということでね、本当に皆さんの思いがね一つになってこの開催されてますが、ここで、インタビューした際のちょっとお声をね皆さんにお届けしていきたいと思いますので、こちらお聞きください。はい、こんにちは。読谷村祭り、2日目になってます。ここは、サトウキビ体験ですね。やってるのは JA 沖縄、読谷村役場、あと、読谷村サトウキビ協議会の、キビ狩り体験黒糖作りのブースになってます。本日ですね朝から、皆さんから左手の方ですねいうことで、キビを絞りつつ、昨日、水曜日と木曜日で買ってきたキビをですね、絞って今下の方にですね今絞りかすが出てます。あ、絞りか絞り汁が出てますね。でそれをですね、右手の方の方にですね入れて3つの釜で約3時間ですね煮詰めながら、これが一つの釜ですね。でそこにまた移して二つの釜で三つの釜、もうああいう形でもう水分を飛ばしながら、黒糖の最終段階に入っていくということです。で固まったのがここですねが今あるような感じで黒糖の方が最終的に固まっていう状況でございます。いうことでそういうことですね、昔ながらの、黒糖作りを再現してですね、読谷祭の来場者にですね、昔の本来の黒糖っていうのを食べていただいて、体験していただくということでございます。昨日うちなんち大会の皆さんも、懐かしんでですね食べていたということでですね、喜ばれてということですんで、今日また、これからまた来場される皆さん、ぜひ、黒糖体験の方、また黒糖の方も食べていただきたいというふうに思います。以上でございます。はい、ということでね皆さんにお声を聞いていただきました。なんとこちら、読谷祭り会場でサトウキビ、絞り体験ですかねできるということでね、沖縄の方はね本当にサトウキビはもうね、馴染み深いですけども、やっぱりね、内地から来られている方はねサトウキビ、まあ、知ってるけどもね、どうやってどんな風に商品になるかっていうのをね、ご存知の方は少ないと思いますので、ぜひですねこちら、まあ、沖縄に観光にいらした際、祭じゃないですね読谷祭りにお越しいただいた際にですね、またこういったねブースもサトウキビ体験ブースというのもね、体験できますので、また、祭りの記念、そして沖縄の観光の記念にもですねこういったのもね、やりながら、祭りをね楽しんでいただきたいなと思います。さてさて、昨日ですね、まあ、本当にステージの方ではさまざまな、ね人々がね、この余興を、披露したんですけども、本当夜はですね、赤インコ、ね、皆さんご存知ですか。こちら沖縄の三神の、ね、子孫ということに、もなって、おりまして、あ、始祖、失礼しました始祖って言ってました、始祖ですね。ということで本当にステージにはですね大勢の方がね、本当に、上がりまして、そこでね本当にもう
三振だったり琴だったりね、本当に演奏をしていただいたんですけども、このね、なんて言えばいいかな、読谷祭りのこのステージってもう今回毎年そうなんですけども、もう建設業者会の方がね、ステージ前にもね、改めてこのまたステージを作ってるのでね、本当に大勢、まあ、大勢っていうかね、本当に多くの方がねこの舞台に、上がれるんですけども、はい、本当に昨日もねこの赤インコの、古典音楽大演奏会ということで、もう100名余りの方がね本当にステージでね演奏されまして、これ見ててね本当に私ね興奮したんですけどもね、もうなんかもう本当に初めて読谷祭りをね、見るので本当にねもう興奮でね、はい、楽しかったです。また本当にねこの読谷村の各またね、この、いろいろ舞踊されてる方が集って、昨日ねいろいろまたね、またジャンルといいますか、あるので、それをね、昨日ステージの方でね、皆さんで、披露されましたよ。さて、今日もねこの後、2時頃からねステージの方では始まりますが、団体演技、読み子連、読み老連の皆様で、3時から受け継ごうふるさとの心ということでね、また各自治会、各団体の皆様が、ステージに上がりますよ。とけし子ども獅子舞クラブ、あ、先ほどこれリハーサルされてた方々ですかね、獅子舞がね5匹6匹ねステージに、上がってましてね、リハーサルの模様を見たんですけども、迫力ありましたね、楽しかったですよ。でまた、各団体ザキミ子ども会、そして舞踊で浜千鳥とかね、長浜子ども会で、研究所の皆さんによりますまたね、余興だったりね、様々ありますよ。波平子ども棒術クラブということもありまして ね本当に読谷村は各自治会でね様々な取り組みをしてて、この読谷祭りに合わせてね、この本当にお披露目ということでね、読谷祭り本当にこの村民がね、各自治会の、ね、皆さんも含めて頑張ってこの読谷祭りにですね皆さんに見ていただきたいということで、本当にねもう一人一人村民一人一人そして関係者の皆様一人一人の思いがねこの読谷祭りでね皆さんにね伝わっていくのかなと思うんですけども、またね今日一番の楽しみが、5時頃から新幹線、こちらすごいですよ、ね、今はちょっとあの駐車場の方で新幹線の方はちょっと待機しておりますが、夕方5時30分からはですねこの読谷祭りをこの新幹線が帰ってきます、ね、すごいですね、この新幹線にねさまざまなまた関係者の皆さん多くの、皆さんがね乗られてこの読谷祭り、ね、皆さんがいる会場までねゆっくり時間をかけて、ね、新幹線が戻ってまいりますよ。このね本当新幹線ね私も間近で見たんですけども本当にねすごいね、本当にもうこれはね見てから皆さん感じてほしいので、あ、CM 入ったごめん全然見てんかったは。11月3日はビデオの日、おうちでエンタメ、スタヤ読み探偵で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日はスタヤ読み探偵へぜひご来店ください。スタヤ読み探偵は第42回読みたん祭りを応援しています。琉球の歴史に触れザキミ城を仰ぎ見る、それは海風
光を感じる街並み、スポーティーにアクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市三里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷まつりを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷まつりを応援しています。お届けしておりますたっちゃんの方法法華経、本日は読谷会場から生放送でお届けしております。先ほど途中になってしまったので、進行線の、軽くまた紹介ですね。1372年、ユンタン山の大吉ら若者、たちの乗った、進行線が出港ということで、本日夕方の5時頃からですね、こちらのイベントが開催されます。帰還した喜びを再現する創作、進行線は出演者と、の方々が、一体となり大スペクタルロマンが繰り広げられ、読谷祭りのフィナーレとして未来への熱意とパワーが最高潮に達しますということでね、こちらね本当にすごいですよ。この読谷祭りだけこの進行線がね、戻ってきますので、ね、この、この後じゃない夕方からねこちらのイベントが皆さん見れますので、ぜひ間に合わせてこちら読谷祭り会場に、よろしくお願いいたします。さてさて、こちら祭り会場ではもう本当にさまざまなイベントがなされている中で、こちら祭り会場のお隣ではジュニアフェスティバルプログラムという、ジュニアフェスティバルというねまたイベントも開催されておりますよ。昨日からですね、昨日からこちらイベントも開催されておりまして、本日はね、夕方の、4時5時前頃からですね、時間を合わせましてこちらのイベントが開催されます。ダンスチームだったりバンドチームなどなどで出身、バンド、そうですね、P ファーム、こちらも有名ですね、バンドの皆さんも出演されますので、こちらもね、足を運んでいただきたいなと思います。こちらはね子供向けのイベントになってますのでね、本当にダンス、バンドね、さまざま、体を動かしながら皆さんも楽しく、盛り上がれるイベントとなっておりますよ。そしてですね、はい、こちら第42回読谷祭りはですね、愛の根結ということで、はい、こちらのイベントも開催されております。こちらはメイン会場向かい駐車場にて
ということで、本日はですね中、午前中はもう終わっちゃいましたね、午後はこの後3時から、4時30分の方まで、今月の方も、行われておりますので皆さんご協力よろしくお願いいたします。さて、まだまだありますよ。皆さんこの祭り会場に来た際はね、誰もが、なんて言えばいいんですかね、食事で、いろいろな出店ブースで買われますよね。そして皆さんにお得な情報なんですけども、まあどこで買っても、どこで買ってもじゃないね500円のお買い上げにつき、1枚、抽選カードがもらえますね。でこちらを3枚集めていただいたら、抽選会に参加できます。こちら外れなしということでね、皆さん祭り会場を来た際には商品を何か買いまして、1500円分で3枚集まりますね。そしたら抽選ができますので、こちら抽選場所は、商工会本部テントとなっておりますので、皆さんねこちら素敵な、豪華な景品が当たりますよ。外れなしなのでね、こちらぜひ、またゲットしていただいて、祭りのね、記念にも、はい、していただきたいなと思います。さてお届けしてきましたたっちゃんの方法法華経、まあ今日はですね、読谷祭り会場からお届けしてきましたが、もうね本当に私ね今日がもう最終日ということでね、まあスタッフとしてもねこの後夜まで頑張りますが、まだね本当に皆さん間に合います。まだ、ただいま読谷祭り開催されておりますのでね、今日まだ予定がない方、どこ行こうか迷っている方はぜひ、読谷村に足を運んでいただいてね、今日が最終日ですよ、皆さんまだまだ間に合います。で夕方からは、進行戦もねこちら祭りに合わせて戻ってきます。今日だけしか見れないのでね、こちらの方も見に、お越しいただきたいなと思います。舞台の方では、この後2時からまたね、出演者の皆さんが出られるということでね、こちらの方も楽しんでいただきたいなと思いますよ。はい、本当にねもう読谷祭り、昨日から続いております。本日は天候にも恵まれてね、若干ちょっと風強いのかなね、本当に天候恵まれているのでね、本当に皆さんちょっと外の方は暑いかなと思うんですけどもね、様々ね、飲み物、かき氷、そしてねビールもねこちら、祭り会場で飲むのもねいいですよね、楽しいですよね自分も飲みたいんですけどもね、で本当にね祭りの雰囲気を楽しみながらね、このいろいろな、出店ブースでね、ね商品を買われて、祭り会場限定、本日限定の商品もあるのでね、たくさん買ってたくさん食べて皆さんね、楽しい思い出を作っていただきたいなと思いますよね。子供たちもね本当たくさんいてね、なんかね、おもちゃとかいっぱい持ってるんですけども、ね、そういった子供たちもねゲームとかねたくさんできる、ね、出店ブースさんもいますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。FM 読谷では、夜まで、ラジオと UTV でね配信もしますので、祭り会場にどうしても来れない方はねこちら検索していただきましたら、読谷祭りの、様子が伺えますので、そちらもよろしくお願いいたします。さてこの時間お届けしましたパーソナリティたっちゃんの方法法華経でした。この後もまだまだ続きますので、皆さんチャンネルもそのまま、そして、映像の方も楽しみながら、ぜひ FM 読谷よろしくお願いいたします。皆さん後でバイバイ。
北谷読谷店からの緊急。北谷読谷店からの緊急告知。11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、北谷読谷店で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日は北谷読谷店へぜひご来店ください。北谷読谷店は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、座喜味城を仰ぎ見る。それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市美里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。皆さんこんにちは。はい、ただいまの時刻1時を回りました。10月の30日、10月最後の日曜日、オープンインスタ始まりました。イエイ。っていうか今日はですね、一人なんですよ今日は。実は相方の今日アーミーが今日は
ちょっと都合が悪いということで今日お休みということで私一人で今日はオープンインスタをお届けいたしますということで一人でやるのめっちゃ久しぶりなのでなんかちょっとどうなるのやらということで今日は1時間お楽しみください。なんかちょっとグダグダ感もありますがこの時はご了承くださいということで今日はの読谷祭りの会場から第42回読谷祭りの会場からあの読谷村運動広場 のステージ近くの中継車からお届けしております。はい、ですね、読谷祭りもね自分このこっちで放送するのもですねなんと3回目かなその放送も3回目でにしてちょっと見たら本当初めて一人で放送っていうのがちょっと今まであんま いろんな相方がいたのに今日は一人でっていうのがちょっと、ね、男だらけ男一人でもいけるように頑張ります、はい、今日はもういろいろ読谷祭りの情報やらいろいろなんか中継もちょっともあるようなのでお楽しみということで、はい、メッセージもですねお待ちしております。はい、メールの宛先が fm786@fmyomitan.co.jp もう一度いきます。 fm786@fmyomitan.co.jp です。はい、今日のオープンインスタは私てっちゃん一人でお届けいたします。はい、ということで今日は中継車も久々なので今日はなんと今日アーミーがいない、今日ちょっと読谷祭りの会場からの放送なんですけれども普通だったらいつも一緒にいつもアーミーが仕切ってくれてるんですが今日はもう大体私一人で頑張って仕切ってやっていきます。はい、ということで、でまずですね、いつもならもう今週1週間の話もちょっと交えつつなんでちょっと今日はもう読谷祭りということで今日ちょっともう短縮してちょっとお話ししたいなと思いまして、今日1週間の出来事としましてですね、昨日から行われております名護の、明王大学祭にちょっと行ってきまして、明王大学祭でいろいろちょっと屋台やあのいろいろステージ、そしてあのいろんな講義棟でもやっているあの屋台のブースなどとかもいろいろたくさんずっと自分朝からずっと一日いまして、いろいろ食べ物とかも飲み物とかも結構飲み干しつつ、結構いろんなもうなんか気になる食べ物やらいろいろたくさん食べてもうお腹いっぱい満腹で、昨日はもう充実した名誉祭も楽しめて、そしてライブも昨日はアイドルからイケメンユニットからもうすっごいですね、その時からライブも一段に盛り上がり、そして最後には名誉祭恒例の名誉エイサーが、ね、1日目を締めて、今日も本日もですね2日目も名誉祭行われておりますので、はい、ということで名誉祭2日目は今日なんとですね夜に今日青山テルマさんが今日来るということで、今日はこの後夜7時ぐらいかな、スキーくらいですかね、やりたい、そして、うん、豪華なアーティストさんのライブなども、そしていろいろ屋台やらみんな食べるなりいろいろイベント見るなりといろいろ満喫してみてはどうでしょうか。名護の明王大学祭もぜひ見に行ってみてください。ちょっと読谷祭りも結構はまだまだやってますのでぜひ行ってみてくださいということで、今日1週間流れっていうかもう1週間流れっていうか名誉祭ぐらいかな、自分ももう大体ほとんど仕事だったので、世界の知覧大会も行われてますけれども、世界の知覧大会実は28日だけしか行ってませんなんかちょっとしか見てません。なので本当に実際に行きたかったんですが、もうほとんど仕事で行けずで、次こそはもう4年後か5年後かなこそはぜひ絶対行きたいなと思っておりますということで、もう祭り尽くしですね、今週はもう本当に祭りのだらけの今日は週末でございます、はい、ということで、今日は読谷祭りの会場から私一人でお届けしてまいります。ですけども先ほど今日ですねこっちに会場入りしたのがですね、だいたい11時過ぎに、今日なんかちょっといつもより2時間早めに来て、ちょっといろいろ会場のブースも回りつつ、そしてなんかちょっと気になるのもちょっとたくさんあったんですが、
結構なんだろう、この後これ紹介しようかなと思っておりますね。はい、ということで、今日も今読谷祭りもまだまだこれからですかね。もうイベントも祭り、あのステージもだいたい2時、先ほども言いましたように祭りも2時後から、あの団体演技から、そしてあのいろいろいろんな団体さんのステージとかなどがありますね。そしてそれで花火もあるし、ありますね。それ昨日も、昨日からも行われております。はい、昨日がもう本当に行きたかったんです。昨日はちょっと目を押さえちょっと行っちゃって、それで、はいですね。はい、ちょ、なんか中継が入っているようですね。はい、中継行きましょうかね。中継お願いします。はい、ですね、今日は読谷祭りの方に宮里中学校3年の平健太と平田光太郎です。これから読谷祭りの会場のテナントに行ってきて、皆さんに情報を伝えたいと思います。では行ってきます。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。平君ともう一人、なんで何してる、中学校2人の方がもう 今からインタビューに行くということで、ね、ぜひもういろいろ楽しみにしてますので、行ってらっしゃい。ということで今日はですね、もうてっちゃん一人でやるのはもうちょっと本当に何だろうか、今日なんとかもう頑張ります。いろいろイベントもですね、もう読谷祭りはもう28日から前夜祭も行われて、29日も昨日も行われて、そしてなんですけど28日がもう一枚行きたかったのが行きずなので、なんか川口京子さんと小錦バンドさんもあったそうで、もう絶対行きたかったのに、なんかもう残念ながら行けずなので、もう見たかったです本当に。はい、ということでもう今日はもう本当寂しいですね、本当に。一人でもなんて言うんでしょうか、もうちょっと今日はなんて言うんだろう、今日ちょっとアーミーがいないとやっぱりなんか話が盛り上がらないのか、なんかちょっと今日はもう元気出してきますもん。はい、ということでね、もう読谷祭りもどんどんさっきは昼間になったり、それもどんどんお客さんもちょっと増えてきて、だんだんと過ごしてきております。はい、ということでですね、先ほど自分2時間前入りしたって言ったんですが、特に気になったお店が何軒かちょっと紹介していこうかなと思いまして、あの一番気になってたお店がですね、あの読谷村のあの祖父江の県道6号線沿いにございますカフェプルメリアがありまして、ちょっと自分の知り合いの新次さんと前何でしたっけ、あの名前忘れました。夫婦によります、ちょっとイベント何だったかな、新次さんと彩香さんだ、ちょっと失礼しました、新次さんと彩香さん夫婦のお店で、ちょっとのお店にちょっと先ほどかき氷を食べまして、ふわふわのかき氷でブルーハワイのかき氷をもう頬張るほど結構大盛りな感じで結構たくさんいただいて、そしてなんとちょっと付け足しでなんかサービスでなんかココナッツミルクをなんか入れてくれて、ちょっと本当に甘さプラスになりまして結構美味しかったですよ本当にね。もうここもカフェブルメリアもね、ぜひね、でも美味しいシーズン、値段がスタンダードがですね300円で、なんとカクテルが500円と、そしてハイボールもなんと各種値段が違いますね。ちょっとジャック・ダニエルさんの650円と IW ハーバーの600円と ジンビームも600円という形になっていて、まあ、いろんなカクテルもオール500円というちょっと お手頃な価格で結構安くでなっておりますね。そのプルメリアもなんかフレンドリーなスタッフさんがいるということで、ちょっとこれは皆さんなんとですね、こっちプルメリアには美人のスタッフもいるそうなので、ぜひ後々に読谷祭りに明日に足を運んでみてはいかがでしょうかということですね。ね、本当にねプルメリアですね、もうなんと今度なんかまた今年も大晦日になんかカウントダウンイベントがあるということなので、また詳細は
また教えてくれるということで、なんとですね、うちの番組にも今度12月ぐらいにゲストで来てくれることになりました。イエイ。ということで本当に嬉しいです。ありがとうございます、しんじさん。はい、ということで、もうぜひカウントダウンの詳細も後ほどこの ラジオのゲスト出演の中でもちょっと紹介していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひカフェプルメリアにもぜひ足を運んでみてください。ぜひ結構これも美味しいのでいっぱいおすすめです。はい、そしてですね、いろいろやったいろんなたくさん回ってきたんですが、ちょっといろいろメモしてきてるんですよ。まあ、闇炭といえば、まあ、ガンジューファームさんでも、特に自分も一番大好きな骨付きステーキが一番お好きで、はい、ぜひね、あるんですが、今日は闇炭祭りなので、この中メニューの中から紅豚ステーキが700円、紅豚フランク500円、紅豚餃子500円、紅豚肉まん200円と、そしてなっていて、いろんな、これガンジュファームは徳地ビーチの近くでやっておりますので、ぜひ、ね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、もう先ほどもうなんか中継が、はい、まだです、 CM ですね、まだですか。はい、まだ喋ります。で、先ほどのガンジューファームも戸口ビーチの近くにございますので、自分も一番大好きなお店で回って、もうぜひおすすめなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。自分もなんとで後でまた覗きに行ってみようかなと思っております。はい、ということで、はい、ぜひ、はい、今中継の方がもう入っていますので、中継の方お願いします。はい、はい、宮里中学校3年平健太が会場の様子をお伝えします。では早速自己紹介に移りたいと思います。お名前はよろしいですか。はい、私商工会青年部の義馬と申します。よろしくお願いします。お願いします。商工会青年部は、今日の読谷祭りでどういう活動をしているんですか。はい、商工会青年部は今日出展をさせていただきまして、今焼き鳥と焼きとうもろこし、あと手羽先等々を販売させていただいてます。すごい商品の数が多くて、とても美味しそうな、商品でした。先ほど見たんですけど、看板の方にうまさにこだわる焼き鳥は一味違うっていうのが見えたんですけど、他のお店とは違うこだわりとかあるんですか。はい、商工会青年部は各青年部、飲食サービス業さまざまな業種が集まって今出店しております。その一人一人が持ち合わせた技術、こういったものを生かして商品を作っております。ですので味は負けないと自信があります。すごいですね。お客さんのためにそれぞれがなんか生かしているっていうのをしてもらえて、これから来る皆さんに、ぜひ青年会商工部でしたっけ、はい、青年部の焼き鳥を食べていただきたいと思います。ではラジオを聞いてくれている皆さんに一言お願いします。はい、読谷村商工会青年部は今後読谷村を担っていく若者で集っている青年部です。ぜひ美味しい焼き鳥準備してますのでお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では会場からは以上です。はい、 ありがとうございます。読谷村商工会青年部のインタビューでした。ということで、ぜひ焼き鳥の方もぜひ味わってみてはいかがでしょうか。ということで、はい、もまたまたインタビューも続々と続きますので、一旦 CM です。蔦屋読谷店からの
蔦屋読谷店からの緊急告知。11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、蔦屋読谷店で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日は蔦屋読谷店へぜひご来店ください。蔦屋読谷店は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る。それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。はい、ただいまの時刻1時17分を回りました。中継が入っているようですので、はい、中継お願いします。はい、ではこちら宮里中学校2年の東原シアがお届けしたいと思います。では早速ですが、お名前をお伺いしたいと思います。はい、武田直樹と申します。会社はお菓子御殿になってますね。お菓子御殿ですか。お菓子御殿といえば紅芋タルトなど有名ですが、ここでは何の商品がありますか。今回紅芋タルトはもちろんなんですけども、菓子工房キキで販売しているシフォンケーキとか、アップルパイ、それとあとお餅も置いてます。お菓子御殿ではあまり見られないお餅も売ってるんですか。じゃあここでしか買えない商品などって他にありますか。今回特別にですね、タコス餅っていうのを作ったんですけども、餅の中にですね、タコスのあんが入っておりまして、それを目の前で揚げてお客様に提供してます。美味しそうですね。では最後に、この ラジオとインターネットライブ中継を見ている、人へちょっと PR をお願いします。今回読谷祭りにしか置いてない商品もありますので、ぜひ、ご来店お待ちしております。はい、じゃあ今日はお菓子御殿の方に、インタビューをしました。お返しします。はい、ありがとうございます。ぜひベニーモタルトもぜひ行ってみてください。ということで、はい、ぜひこういうベニーモタルお菓子御殿のといえばお菓子御殿ですよ。はい、ぜひ、でも私も大好きです。はい、ぜひ行ってみてください。ということで、ここで1曲ですね。78.6 のはい、の曲 CD からですね、はい、吉田晋也さんの曲をの七八郎とともに七転び八起きの旅をお届けいたします。
はい、お届けした曲が吉田信也さんの曲で七八郎とともに七転び八起きの旅というお届けいたしましたということで、こちら読谷祭りでは出店もによるなんか抽選会もございます。500円の買い物につきなんか原則1枚の申請となりまして、なんとそして抽選券3枚で1回の抽選ができますということですね。はい、と抽選時間が今日はもう始まっております、午後8時までということで、場所がですね、商工会本部テントでございます。はい、景品はなんか数多く用意されておりますけれども、またなくなり次第終了となりますので、お早めにということでですね、マントレスまた1万5000円以上でも限度枚数30枚となっておりますので、ぜひ抽選会にもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、はい、こちら以上で、店もいろいろいっぱいあるので、たくさんあるので、食べ物とか、あとは JA さんと JA 沖縄の野菜も売っておりますので、ぜひ行ってみてください。1枚申請で3枚で1回抽選って結構お得ですね。ぜひこれも行ってみてください。はい、ということで、結構こちらも読谷もう祭りではもういろいろの中でも一応献血も行われておりますね。読谷村祭りの会場のメイン会場の向かいの駐車場でももうお昼1時からも始まっておりますね。それで4時半までやっておりますので、ぜひ献血のご協力もよろしくお願いします。はい、ということで、こちらも制限もちゃんとありますので、体重制限とか年齢制限もちゃんとありますので、お気をつけください。はい、ということで、いろいろちょっとブースを回っている限りですね、いろいろなんかちょっと体験コーナーもなんとあります。そしてランタンの体験もやっております。はい、ランタンの体験がですね、こちらが青森ねぶたの体験もちょっとランタンでちょっとできるというブースもちょっとございますね。はい、29日30日昨日からやっておりまして、1回目がもうこの後2時から、そして2回目が5時からということで、で定員はですね20名となっておりますので、参加資格はどなたでも参加できますということで、これねぶたをでやってのランタンを作ってのワークショップとなっておりますので、しかも無料となっておりますので、ぜひ何になってみてはいかがでしょうかということで、これなんてランタンオブジェプルワークショップ、なんかこれ毎年なんかやってるって、ちょっと結構これも昨年もちょっと見たんですけれども、なんかいろいろ作れるので、結構自分も昨年はできなかったんで、今年はやってみたいなと思ってて、本当にチャレンジしたいなと思っております。でこちらも4ランタンの方もぜひワークショップもぜひ行ってみてください。これはなんか今回では特別編としてねぶたワークショップということになっております。はい、ぜひですね、お時間ある方、まだ読谷祭りまだ間に合いますよ、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、もうまだまだちょっと時間ありますね。はい、今日はもう本当にブースもいろいろたくさんあるんですけれども、はい、なんとこちらもいろいろ、こっちさっきガーラ 青い海もソフトクリームもいろいろ出したりと、そしていろいろオーシャンズピザ、そしていろいろあとはオキハムさんもありますし、いろいろなんと毎回よく見かけますが、広島焼きが一番目立つところにございます。そこもなんかいっぱいどんどん集まってきておりますね。はい、ということで、はい、もうすぐ CM 入りますので、もう一旦 CM 行きます。
蔦屋読谷店からの緊急。蔦屋読谷店からの緊急告知。11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、蔦屋読谷探偵で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日は蔦屋読谷探偵へぜひご来店ください。蔦屋読谷探偵は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る。それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬名波に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。それは家族の幸せ。沖縄市三里アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。はい、ただいまの時刻1時32分を回りました。オープンインスタをお届けしております。はい、中継が入っているようですね。はい、お願いします。はい、宮里中学校から来た2年生の亀谷長沙と申します。こちらからインタビューをお届けしたいと思います。早速お名前の方を聞きたいと思います。お名前は何ですか？はい、津波匠です。はい、津波さん、津波さんは何をされているんですか？はい、ユンタ市場でレジを主に担当しております。ユンタ市場ではどのような商品を販売していられるんですか？ユンタ市場では、今読谷祭りということで、野菜少々お高いと思いますが、今は祭りフェアということで野菜も安くなっております。で、またヤギ汁などもやっておりますんで、どうぞ足をお運びください。はい、じゃあ最後にお店の PR をお願いします。野菜と、果物の詰め放題、祭りということでいっぱいありますので、皆さん足をどうぞ運んでください。はい、ありがとうございました。お返しします。はい、ありがとうございます。 JA ユンタ市場のインタビューでした。ユンタ市場では店の野菜と果物詰め放題もございますので、ぜひ足をお運びください。はい、ということでありがとうございました。はい、でユンタ市場で野菜も安く、そしてヤギ汁も販売しておりますので、はい、ぜひともね、お買い求めいただければと思います。はい、ということで、もう読谷祭りもどんどんと今
もにお客さんも増えてきておりますし、はい、ということで、今はもう、なんだろう、もう先ほども、いろいろ中継がつながって、どんどんと、まあ、いろいろ紹介していってますが、もういろいろ目白押しなお祭りです。はい、ということで、はい、また中継が入っておりますので、中継の方、中継お願いします。はい、今、読谷祭りの会場に来ている宮里中3年平田幸太郎です。あ、平田幸太郎と平健太です。今ですね、読谷祭りの会場の角にあるオーシャンビューっていうオーシャンズピザに行ってきて、見てください、ちょっとこのピザをもらってきて、さっき食べてみたんですけど、どうでしたか？すごい200円の割にはとっても大きくて、具材もたくさん乗ってて、焼き目の入ったチーズがこんがりしててとっても美味しいです。しかも、あ、とっても美味しかったです。あとこのピザですね、この大きさで200円で、とっても安くて美味しいです。あとこのオーシャンズピザの売っている中ではみんな一生懸命みんな協力し合って焼いてて、とても目立っていて、ぜひ皆さんこれから来る方もこのオーシャンズピザに行って、この美味しいピザを食べてみてください。以上です。はい、ありがとうございます。はいはい、宮里中学校のお二人のちょっとインタビューでした。オーシャンズピザがもう200円でお手頃なピザが美味しいという、ちょっと野菜がたっぷりという、美味しそう、見ててなんか食べたくなりました。はい、ありがとうございます。はい、なんか見てるとなんかお腹が空いてきましたね。ね、はい、ということで、ぜひともオーシャンズピザにもぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、結構すごいここいろんなブースもたくさんありつつ、そしていろんな先ほどインタビューもありました読谷村商工会青年部焼き鳥、これ500円ですね。はい、ぜひお買い求めください。ちょっと補足で付け足して500円です。はい、いきます。はい、ということで、じゃあもうここでちょっと時間ありますので、ここで一曲ちょっと流したいなと思います。はい、こちらの曲ですね、ソベポーポーさんの曲で、はい、彼女は FM 読谷をお聴きください。
はい、お届けした曲がソベポーポーさんの曲で、彼女は FM 読みたんをお届けいたしました。ですね、今会場の周辺を見ますと、はい、これからも始まる2時から始まります団体演技読み子連の皆さんがちょっとスタンバイに入ろうとしております。そして読みローレンもこちらも2時からでございます。はい、もう結構可愛らしい子供たちによる演舞がこれから2時からですね始まります。はい、そしてですね、もうどんどんと着々とこちらも今こっち歩いてますのが今ザキミ子ども会の皆さん、エイサーの衣装をしてなんかエイサーの演舞ですかね、こちらも本当に可愛らしいですいいね、本当羨ましいです。すごいなんか波平子ども会、そしていろいろといろんな読み子連よりもす、はい、その演舞もこれから2時からですねございますので、ぜひまた読谷祭りやっておりますので、はい、皆さん読谷村に寄る際は読谷祭りへということで、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。もうぜひまだスケジュール空いてるよという方もぜひ行ってみてください。はい、ということで、もう徐々にともうスムーズにもうパレードしてきております。はい、もう準備もそろそろね整えてきておりますね。そしてあとはもうブースもいろいろちょっとメンテナンスになってるのかな、こちら今なんかトラックのなんかブースもやってますね。はい、ということで、これあとちょっと30日のちょっと目玉もちょっと少しずつ紹介していきましょうかね。3時がですね、受け継ごう読谷ふるさとの心ということで、三線琴太鼓演舞と、あとは村内小中学校によります、はい、三線琴太鼓演舞ということで、はい、あと獅子舞、そしては時計子供獅子舞クラブ、そして舞踊街舞踊と、そしてザキミ坊、そして長浜坊ということで、いろいろステージがもう繰り広げられていきます。各それぞれ子ども会と、あと龍舞研究所とかによります、あの舞踊とかなど、タンチャメとか、あとアサトヤユンタなどなどということで、これはみんな有名な曲の舞踊によりますステージですね。はい、5時からは創作進行戦、これね本当すごいと聞いたので、はい、ということで、もうあと第3コーナーがもうそろそろ終わりにかかろうとしております。第4コーナーも引き続きですね、お楽しみにということで、チャンネルはそのままで、では一旦 CM です。蔦屋読谷店からの緊急告知。11月3日はビデオの日、おうちでエンタメ、蔦屋読谷店で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日は蔦屋読谷店へぜひご来店ください。蔦屋読谷店は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る、それは海、風、光を感じる街並み、スポーティーにアクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬名葉に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム、幸せそれは家族の幸せ、沖縄市三里アイレディースクリニック。お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。
読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。ただいまの時刻1時48分を回りました。第4コーナーオープンした第4コーナー始まっております。はい、読谷第42回読谷祭りの会場からお届けしております。はいですね、もう今第4コーナーもエンディングにも差しかかろうとしております。はい、もうですね、もうステージ前ではもうこれから2時から始まります団体演技、読子連、読みろう連のゆります演舞がございます。はい、エイサーをの衣装をした子供たち、そして かわいいそして子供たちのパフォーマンスも、そしてお楽しみにということで、はい、ということで、もう今日は第4コーナーなんですけれども、今日はですね、一人、今日私一人のてっちゃん一人で、今日はもう久々です。久々なのに、今日はなんとちょっと、なんだろう、今日はちょっと緊張もちょっとあったのかな、本当にいろいろ止まる時もありますけれども、まあ、残り6分ぐらいですかね、あとまたちょっと喋っていきたいなと思っております。はい、ちょっといろいろですね、ちょっと情報もたくさん、読谷祭りの情報に関する情報とかも、あとは他にもですね、さっき J 沖縄も紹介しましたが、 J 沖縄がですね、懸賞金付き定期預金ということ、貯めとくキャンペーンが、まあ、もう6月1日がもう始まっ、もうやっております。はい。ね、だいたい懸賞金も貯めとくキャンペーンもぜひ、抽選でやっておりますね。それ抽選で豪華賞品など、1等がダイソー掃除機、2等除湿機、3等が4商品券5000円分10本、4等加湿機5本、5等がお米5キロ10本というってなっております。じゃあ いろいろですね、こちらも貯めとくキャンペーンも詳しくは J 沖縄のホームページにてぜひご確認をくださいということで、すごいこちらもですね、たくさん結構これもお得な情報なので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。他にもですね、読谷村祭り以外でもジュニアフェスティバルの方も会場の近くでやっております。これ時間がですね、16時45分からですね、やっておりますので、始まりますので、ぜひお時間いましたらご覧ください。はい、そしてですね、もう今中継が入っておりますので、中継の方お願いします。はい、ではここですね、宮里中学校2年の、東原シアが再びお送りします。今お話を伺いたいと思います。ではお名前の方お願いします。はい、EF サービスの山城です。EF サービスの、山城さん、どういう、お店をやっていますか。はい、まあ、毎年、アメリカ生まれのフローズンドリンク、まあ、シャーベットですね、それと今回は、まあ、日本一になった、ジェラート、まあ、アイスクリームのね、ようなものですけど、それを、今回やっております。日本一のジェラートですか。メニューとか何がありますか。メニューはですね、マンゴーとか紅芋、パイナップル、あと、バニラ、あとなんか、シークワーサーとかね、そういうのがあります。
沖縄ならでのならではのメニューもたくさんあるんですね。では最後に、このインターネットライブ中継を見ている、人に、PR をお願いします。はい、まあ、本業はちょっとこのアイスクリームとか、シャーベットではないんですけども、本業はビルメンテナンスなんですけどね、今回は、まあ、読谷祭りで、皆さんに美味しく食べていただこうということで、そのシャーベットと、ジェラートをやっております。もし時間がありましたらぜひ、読谷の会場までお越しください。ありがとうございます。ではお返しします。はい、ありがとうございます。シャーベットにアイスクリーム、美味しそうです。はい、ぜひとも行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、まあ、さらにさらに中継は続きます。はい、ということで中継の方は入っておりますね。はい、大丈夫でしょうか。中継お願いします。はい、こんにちは。引き続き読谷祭りの会場の様子をお伝えしたいと思います。宮里中学校3年平健太です。よろしくお願いします。会場内で募金活動してくれてる学生さんを見つけたのでインタビューしたいと思います。こんにちは。こんにちは。制服で来られてるんですけど、どこの学生さんですか？はい、読谷高校から来た平日野と久保リオンです。そうですか。読谷高校から地元の村のために活動している学生徒の皆さんですね。先輩ですね、高校生なので。じゃあ今日何してるんですか、この会場で？今日は読谷高校の有志のボランティアで赤十字くんの募金をしています。すごいですね。今日は何時から何時まで募金活動してるんですか？今日は1時から5時までの間募金活動しています。すごいですね。約4時間日中外に出て太陽に当たりながら頑張ってるんですね。今のところ、募金活動の成果とかどんな感じですか？たくさんの方が募金してくれてだんだん溜まってきています。たくさん。すごいですね。会場に来られている人たちのボランティア精神がわかる言葉ですね。じゃあ募金活動は会場のどこら辺でやってるんですか？読谷祭り会場入り口付近でやっています。自分たちはやってるんですけど、他の方たちもたくさんやっているので見かけたら入れてください。はい、祭り内で頑張っている生徒の皆さんにぜひ募金よろしくお願いします。ではこれから祭りに来る皆さん、そしてラジオを聞いている、インターネットライブ中継を見ている皆さんに一言お願いします。はい、募金のご協力お願いします。はい、では会場から以上です。はい、ありがとうございます。読谷高校ボランティア部のちょっとこちらの赤十字募金のについてちょっとインタビューでした。1時から5時までやってますので、ぜひ募金にご協力をということでよろしくお願いいたします。はい、残りもわずかとなりました。はい、ですね、残り1分切りました。でもまた来週もオープンインスタ、ちゃんとアーミーも戻ってきますので、お楽しみに。アーミーファンの皆さん、今日は本当ごめんなさい。今日私てっちゃん一人でお届けしました。また来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。限りない可能性と
もしもし。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 なんかケイさん喋ってて。あ。今喋ってください。大丈夫ですか。ああ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 あ。ゼロで。ゼロで。ゼロで。じゃあすみません喋ってください。ああ。もったり。はい。お願いします。こんにちは。入ってます。